おろち型金作は、秋田県平賀郡平賀町出身で、西木島部屋に所属していた大相撲力士である。本名は、斉藤金作。最高位は、西前頭筆頭。現役時代の体格は179センチメートル、120キログラム。特異種は、左四つ、より。引退後は、一時期年寄りとして日本相撲協会に在籍していた。 17歳の時に上京して西木島部屋へ入門し、1937年1月場所で初土俵を踏んだ。序の口についた時の四個名は10文字。間もなく、雇名詞に四個名を改め、1944年1月場所にて重量昇進を果たした。その後一時期ばっかに陥落したものの、1947年6月場所で重量に、 復帰した際に西木島部屋ゆかりの大蛇方と解明してからは上昇気流に乗り1948年5月場所において新入幕を果たした。入門も遅かったこともあり、すでに29歳となっていた。相撲ぶりも左四つからの寄りを得意としたが、やや攻めが遅い取り口であったこともゆっくりした昇進と関係したかもしれない。 新入幕の場所では終盤まで優勝争いに加わり、9勝2敗と好成績を収め、関東賞を受賞した。翌1948年10月場所では膝を痛めて途中休場し、それが最後まで影響して三役昇進は叶わなかった。それでも1954年1月場所では最高位となった西前頭筆頭まで番付を上げ、 この場所では3勝12敗と大きく負け越したものの、翌3月場所では10日目に横綱、鏡里を巻き落としで破って、生涯唯一の金星を獲得した。この時、すでに35歳となっていた。その後も真面目な土俵態度を続け、1957年9月場所、十両に陥落したところで休場、翌11月場所限りで引退した。 38歳まで現役を務めた長持ち力士であった。性格は礼に正しく温厚であり、付け人が財布から2万円を抜き取った時も怒らずさらに余分な金を与えたので、その付け人が泣いて後世を誓ったというエピソードもある。引退後は、年寄り、港から同、北人を襲名した。しかし、間もなく廃業し、以後は旅館を経営していた。 1986年3月21日、肝臓癌のため、東京都千代田区内の病院で逝去。去年66、ありがとうございます。